南大科技大学は台湾台南市栄光区に位置する私立大学である。正式名称は南大学校財団法人南大科技大学。略称南大課題、台湾の学生によるところの鍵大学である。前身の私立南大工業技芸専科学校は1969年に設立され、1970年に設立された私立長光工業専科学校と合併した。 2002年4月、中華民国の不細部知恵財局に、南課題の略称を申請し、以降この略称は、南大科技大学にのみ用いられる。航訓効果作詞、新あやき作曲、新英州赤、木延、部、楽育英祭、増幅社会、建設国家、学ぶ術技術と、起こりよう、春風飼う、三鶴殿下、南打つ、南打つ、敵機税ポンド、 南打つ。南打つ。敵、工房容疑者。交渉1990年8月、私立南大交渉専科学校と改名された同年、交渉デザインのコンペを開催し、同年の9月28日に、明電管理学院の学生である、林将玄のデザインが、新しい交渉として、正式に採用された。南大鍵大学の交渉六角形のネジの頭の、 形状は、工学とデジタルデザインを表し、青はこれらの安定性と純度を表現している。丸い廊下の形状は、小学と管理、人文社会学を表し、赤はこれらの親しみと活気のある様を表現している。人間は中心であり、産業と商業は翼であり、それらが融合して前進し、果てしない活力を蓄積し、卓越し、頂点に向かう。 というメッセージを表現している。人文思想の理念、鍵教育の実践、変化と繁殖、変化して新しいものが生まれることがやまないことを表現している。台湾台南市栄光区にキャンパスを有する。キャンパスのマップ1、電気1カオ2、電気2カ三3新、新オサムブランド研究発展台、ロー。 詩人工程館4、管理友詩人館5、治人師大、老6、詩人伝派館7、加工生物鍵館8、学生や土石9、育成中心10、後期和連盟、行技実験、実る集大、老11、電子2館12、機械館13、総合大、老14、人文芸術中心15、あや館16、電子物流、 ミノル週館17、高電工程館18、記者工程館19、勘大、ロー20、教学研究台、二21、有活館22、農源工程館23、ポンド館24、はじめ思え設計棒25、三連同定育館26、西循環著名な交友難題鍵大学。ありがとうございます。